はようございます。おはようございます。静かだね、なんか。よろしくお願いします。うちのこれ、みんなのアイドルスミレです。よろしくお願いします。これ、この間ほら、なんかさ、可愛かったでしょ。で、それの時に、おやつが、みんな同じもので、もういいね、あ、いいね。はい、お疲れ様です。あ、スミレ。はい、前回ね、犬のおやつ、同じものをみんなに持っていただいて、誰に行くかって言ったら、バーッとこう人を選んだように言ったんですけど、あったね、選ばれたよ。ね、なので今回はおやつを4種類持ってきました。で、そうそう、違うおやつ、選んでいただいて、誰に行くかを、はい、やってみたいと思います。で、じゃんけんで選ぶ順番決めていこう。じゃんけんでね。うん、お菓子を、ちなみにカメラに見せたらどんなおやつがあるか。まず一つ目、牛タンのタン、ね。続きまして、なんだっけ、なんだっけ、これ、鳥のなんか、鳥のやつ。そうそうそう。もう反応してる。それか。あ、それか。あとはこれ、ミルク乳酸菌。これかも。これ2回だよ。そしてこれは国産牛タンがのジャーキー。これもか。最初のダメだ。最初のダメだ。最初のはね、結構硬いんだけど長持ちして長い。あ、大好きだね。どれも大好きなんだけど、うん、でも特に好きなのはどれかっていうのはあえて今言いません。なるほどね。はい。なのでじゃんけんで選ぶ順番決めてください。ワンちゃんじゃんけん、ワンちゃん、ワンちゃん、知らない、知らない。ちょっと今日は入れすぎ。いや、ここか。それだけ。場所だけ。なるほどね。場所だけだ。早いし。ワンちゃんじゃんけん、最初はグー、じゃんけん、ぽい。はい、こうでしょ。はい、こうでしょ。はい、こうでしょ。じゃあ俺からだな。はい。好きなの選んでカメラに映してってください。うわあ、じゃあもうこれにするわ。ターキーだ、ターキーの筋って言ったな、うん、はい、はい、ターキーの筋、ウーメンさんはターキーの筋です。なるほどね。はい、匂いで分かってたの、俺持ってる。そっか。はい、どうぞ。じゃあこれ3番どれ、なんだっけ、3番どれ、ターキーの葉っぱですもらってこっちにある。これ牛タンのサラミ、牛サラ、牛タンさんね。はい。どっちかね。じゃあ俺これにしようかな。なんだこれ、チーズ。乳酸菌の。乳酸菌？うん、ガム。よし。はい。さあ、持っていただきました。一番だから内枠？あ、そういうのもあるんですか？そういうか。それもあるか。確かにね、直線だから関係ないよ。そうだ、そういうことかみたいに言っちゃったけど。あ、そっかじゃないですか。全然関係ない。結局だからここで待ってればいい。真ん中に違和感ある。待って、いらんなくをちょっとアクションをしていただいてね。あ、見せちゃっていいのこれ。いいよいいよ。ほら。では行きますよ。四角に入る。さあ、誰に行くのか、好みのおやつに行くのか。カモン。行きます。来い。レディー、ゴあれ、この間も笹かまさん？そうだよ。だっけか。あ、黄色によるっていうのあるんじゃない？色か。色。あ、これ結構時間かかるんじゃない？ちょっと硬いやつです。でかいです。じゃあ優勝は笹かまさん。俺だよ。あ、じゃあ優勝か。大丈夫？大丈夫？残念ながら優勝はじゃあ笹かまさん、またあれだね、持ってるお菓子うんぬんよりも笹川さんに行くのかな。いや、じゃあ一番好きなのは何なの、結局。あの、あれ、ターキーの足です。じゃあ、まださ、これ3つあるからさ、3つあるよ。あ、1回、3回、同じやつを3人で、またやってみようよ。これ、お腹空くかな。1回、じゃあ向こう行って。
マジでさ、坂村さん。だから傘があんの、傘。ないね。藤張ってんな、俺。たまに、じゃあちょっと、ここ一番人気だから。この番が、最初はグー、ジャンケンポイ。場所で？確かに上手にいつも行くもんね。これならさ、これはね、こっちが好きかも。これでね。あ、もう行っちゃいました。はい、その場所なんだ。場所。ここなんだ。上手なんだ。こっちが好きなんだ。上手好き？場所だ。じゃあ食べたのは上手、下手、真ん中？だから真ん中があんまりあれなのかな。前回も含めだけど、はい、疲れてはない。人間的な問題。一番最後ですもんね。ということで、上手に行くのが正解でした。チャンネル登録よろしくね。